土の子さん、おはようです。チロちゃん、おはよう。ゆっくり眠れた？うん、なんかちょっと頭痛い気がするけど。土の子さんに会えるとあげぽよです。そうだね、僕もあげぽよだぜ。この時間がカラフルな日になりそうよ。ほんと？また土の子さんに会えてあれ、ちょっと待って、今ついさっき同じようなこと言ってなかった？何回でも会いに来てね。わかったよ、ありがとう。チロルたちはいつも土の子さんに会いたいです。僕もチロルとマーブルに会いたい。のんびりしていってほしいです。会えない。いっぱいなでなでしてね。ありがとう。よし、なでなでモフモフするぜ。お顔埋めやるぜ。今日は12月4日。この頃YouTube をお散歩してると不思議なんだよ、うん、僕も毎日 YouTube 散歩してる。歩きながらおまんじゅうを食べてる人をたくさん見るようになったです。なんだろう、どんな企画だろう。だいたいいろんな企画やるよね、みんな。おまんじゅうだったり、うん、おまんじゅうネタ。この前チロルが見たのは紫色のおまんじゅう。それをなんか混ぜてまたおまんじゅうにしたらどうなるかみたいな。暑い時はそういう企画。おまんじゅう見なかったのよ。おまんじゅう。急におまんじゅう。そんなおまんじゅう人気だっけ？不思議なんです。冬だから？あのおまんじゅう特別なのかな？なんだおまんじゅうって、おしくらまんじゅうのこと？中華まんって言うんだよ。あ、そういうことね。全然もう頭の中があのあんこのおまんじゅうにしか見えなかった。そうか、だから黄色とか言ってたのがカレーまんとか中華まんって言うんだよ。中華まん？ヒーローみたいな。確かにあの肉まん系は冬って感じだよね。寒い中ほかほかの肉まん、いいぜ。なるほど、ヒーローのおまんじゅうかっこいい。今度一緒に中華まん買いに行ってみるです。行こう行こう。何味が好きかな。握手してみたいな。ピザチーズまんとか僕好きだね。さてまずは着せ替えますか。イエローだから今モノトーンキュート。かわいい。ちょっとレースっぽくなってるのがいいね。装飾が。うちの子フレンズやりたくなってきた。そうだね、お着替えしたもんね。 やろう。白黒でいいコンビだね。公園にやってきた2人。皆様、今日の放送は何かな。おはこんばんにゃ。マーブルだよ。おはこんばんにゃ。突然現れるチロル。チロルです。あ、今日ずれてる。土の子フレンズの。そこしか見てないから。お時間です。顔近くね、よく考えたら。第100回 YouTube お靴飛ばしっこ大会。ほう、いいね。なんか靴飛ばしってあんまり動画で見ないな。お靴を飛ばすんだよ。誰かやってる人いたかな。お靴飛ばし。それじゃあ行くよ。位置について用意。そんなバナナ。何そんなバナナって。ずっこけそうになる。転んじゃった。チロちゃん転んじゃった。しまった、マーブルも靴脱げてない。全くあの大会にすらなってない。ただいまの記録。なんで自分たちで言うのそれ。マーブルちゃん選手失敗のため0m0cm です、うん、チロルちゃん選手も転んだから 0m0cm だよ。優勝はどうするです。僕優勝でしょこれ。僕だ。優勝なんだ、僕全然何にも絡んでない今回。それでいいよね、土の子さん。いや、そう言われても。第100回お靴飛ばしっこ大会の模様をお伝えします。これ低評価1000いくわ。第100回大会をお楽しみに。バイバイなです。誰も楽しみに待たないよ。もうみんなポカーンでしょ、リアルで見てたら。今日の登録者は、お、4万突破したよ。やばいやばいやばい。何がやばいかわかんないけど。とりあえずやばいって言っとけ。ご飯あげようか。美味しいケーキにするぞ。変わって、ちょっと待って、変わったのが見えないんじゃないこれ。ね。美味しい匂いがしてるです。どうだ。来い。あー、惜しい。ほんのちょっと後だね、これの。変わってからほんの一泊プで。989。ご飯、ご飯。ご飯じゃないけどごめんね。いただきます。
お誕生日ってことにしよう。あー、おいしい。ワンフォールドカ食い。ワンフォールドカ食いで糖尿まっしぐらだぜ、これ。僕結構すぐにうってなっちゃう方ですね。あんまり食べれない。体はでかいけど食べれない土の子です。よし、今日も遊んでいくか。今のね、クリスマスツリーの木で、全ての植物、コンプしました。7777ゲットだぜ。他には、お庭がお花畑、お庭が畑、お庭が森。これちょっとやっていこうね。お金めっちゃもらえたよ。7777。表彰状、土の子さん。お、来たな。あなたはいろいろな、たくさんの植物を育てました。ほんとね、だいぶやったわ。植物図鑑を全部埋めたのは、リスナーさんもびっくりの。リスナーさんびっくりしてくれるかな。植物図鑑埋めたよ。すごいすごいから。多分でもガチでやってる人たちは、私ももうとっくにやってますとか言いそう。植物全部できました。おお、何これ。なんか非常口みたいな、非常口の逃げてる人みたいな感じなんだけど。今どんな気持ちですか。どんな気持ちですか。うん、おおっていうぐらいしかできない。もう育てチロル頑張ったね。お水あげてくれたからだよ。まやチョベリグーです。かわいい。こんなにお花や植物を育てられたのは土の子さんのおかげです。いや、それほどでも。マーブルにはとても無理を。いや、二人とも育ててるやん、横の鉢で。こうして図鑑を見るといろんな植物を、中には絶対植物じゃないのも生えてたけどね。可愛い植物も。君たちどっからその種仕入れてきたんだ。まさかキャトワルのなんか侵略作戦じゃないだろうな。変な植物いっぱいあったけど。それあれ、ちょっと待って、つい1分前ぐらいにそれ同じこと言わなかった。大丈夫か、なんか猛録してないか。同じこと何回も。スコスコのスコ。え、スコスコのスコ。これからもいろんな植物を育てたいので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。うわーい。よし、お花で埋め尽くして、多分できたはず。これですね、お花が、お庭がお花畑。これ畑も森も後でやっていきます。よし、また土の子フレンズやりますか。猫猫セット、かわいい。猫が猫を背負ってるんだけど。いや、熊か、上いるの。なんだろう、熊。猫フレンズだ、ね、いや、熊でしょ。土の子フレンズです。どっち。あ、いいね、あの猫の手マフラー、すげえかわいい。おはこんばんにゃ。なんかやべえな、寿司っぽく見えてきた。なんだこれ、寿司猫。寿司ネタが乗っかってるように見えてきた。お時間です。なんでそこ乗せた。なんかやべえ、だんだん壺に入ってきた。あ、歩き方教室でクマを落とさないよみたいな。猫のぬいぐるみでした、クマじゃなくて。やべえ。結構難しいです。うん、でもちゃんともうひっついてるよね。そっと猫さん。それ下向いたら落ちそうになってない？おお、歩いた。あ、ちょっと待って、後ろにもまさかもういたんだけど。この辺りまでです。ね。やべえ。今のうちに。ちょっと猫をまといすぎでしょ、体に。おやつ。ちょ、笑えるわ。どんだけ猫ひっついてんの。何も言ってないよ、ね、やべえ、話聞いてなかった。何か聞こえてくる。今日はこの辺で。やちょっと怪奇現象だったんじゃないの、最後の。お楽しみに。チロちゃんのポカン顔。終わるのはダメだと思うです。やべえ。なんかよく見たらスリッパも猫じゃなかった。ほら、いや、クマでしょ、どう見ても。ねえ。
どう考えてもクマじゃない？面白。どれ、チャンネル登録はどうなったかな。46,000、あの刻みが5,000になりましたね。さて今日のエピソード見ていきましょう。この衣装ちょっとやべえな。 笑いがこみ上げてくる。ちょっと思い出したことがあるのよ。何？なんです、なんです、なんだろう。ほら、マーブルたちが帰る時計を見つけた不思議な物置が、うん、あそこで同じような時計を見つけてる猫たちいたよね。へえ。そう言われればいたですね。もしかしていっぱい来てるのかな。マーブルたちの時計と同じものだったら、うん、他の猫も地球に、うん、そう、マーブルたちの他にも、うん、キャトワルから猫さんが来てるかもしれないです。そうかもしれない。土の子さんが YouTube をお散歩したら、うん、YouTube 検索したら宇宙猫と会っちゃう。なんかさ、話によるとなんか いろんな変な言葉を教えてる人たちいっぱいいるみたいだぞ。ね、簡単に会えたら面白いね。会ったらどうしよう。変なことばっかり喋る猫たちと会ったらどうしよう。もし会ったらキュンキュンだね。キュンキュンだね。大丈夫、相手は攻撃的な言葉を言ってくるかもしれないぞ。帰ってくると思うです。本当？キュンキュンだね、わかるかな。父の子さんから教えてもらった言葉いっぱい知ってるよ。あー、そっか、なるほど。だからすぐに仲良くできちゃうと思うです。そうだといいけど。でもでもチロルたちより、うん、仲良しな猫作ったら寂しいです。いいね、嫉妬もまたちょっと気持ちいい。父の子さんの家族で、うん、一番仲良しの猫でいたいのよ。そうだね、仲良くしてよ。あ、大丈夫？家族レベルアップしちゃう？エピソードがなくなるとかないよね。あ、来た。キャトワルのお土産。土の子さん、どうした？マーブルちゃんとチロルちゃんがあなたを呼んでいます。どうしたんだろう。これ見て。何？うん、見てください。何何、どれどれ、なんだこの玉。2匹の手のひらに乗っているのはなんだか不思議なもの。黒くて丸くてピカピカと光っています。泥団子玉作ったの？これ持ってきたんだ。ゴミじゃねえかよ。なんて言うんでしょう。うん、地球で泥団子玉でしょ。うん、サプリかな。サプリ？お腹が空いて空いて仕方ない時に食べる。うわー。なんでそれ持って帰ってきた？かじるんだよ。かじってるね、左。土の子さんへのお土産にキャトワルから。ちょっと待って、あのキャトワルの子たちがどうしてもお腹空いた時に食べるような白物でしょ。いや、食べたくないな。いや、食べるしか選択肢がないんだけど。どれどれ。まずい。なん、いや、何の罰ゲームね。何やってくれてんの。でも、ひとかじりするだけでお腹いっぱいになるんだよ。もうあの気持ち悪く、胸焼けして気持ち悪くなるんでしょ。でも、苦いです。苦いよ、もう。キャトワル名物よ。キャトワル名物じゃないでしょ。だってみんなが食べるもんがなくなった時に食べるやつでしょ。いらない、ごめん。嬉しい、これ嬉しくない。嬉しい、ねえねえ、嬉しい。もう煽りにしか聞こえないんだけど。嬉しいです。嬉しくないよ、正直。嬉しくない。だよね、だよね。くそ、家族とは一体。もう家出してやる。やっぱりですじゃないよ。ちょっと、いや、その通りですよ。いや、ニコニコ顔で言うことじゃないでしょう。マーブルたちと一緒、ラブフ、相性バッチリ。相性バッチリじゃない。それ、あげようとする君たちがちょっと怖いんだけど。ねえ。
家族を壊そうとしてる、まさか。キャトワルに行ってる間、土の子さんのところに帰りたくて、時々辛いになったよ。でもでもキャトワルを暖かい星にするために頑張ったです。この泥団子と何が関係あんの。お腹が空いたらこれかじって、ヤバタニエンじゃないけどです。お腹をとりあえず満たしてみたいな。キャトワルと土の子さんの思い出のいや僕入れないでくれるそれキャトワルの思い出でしょ。ふふふ、変な思い出のものですけどね。2匹はそう言って笑いました。そうしてあなたにそっと抱きついて、いや抱きついてこないで、もうなんで美味しくないものくれたの。土の子さんは甘い匂いがする。甘い匂いする、本当。あったかくてヤバタに変な匂いです。お土産なんていらないよ、君たちがいたら。もうこんな苦いの食べなくてもいいんだ。なんで苦味の共有した。チオルたちもキャトワルの猫たちもです。そうだといいけど。2匹は嬉しそうにそう言ってあなたを見て微笑みました。10時になっちゃった。家族レベルアップ22。ねえ土の子さん、ちょっと気になることがあるの。何？ひょっとして近いうちにテストとか試験があるですか。テストとか試験は別にないけどな。ないよ。近いうちにテストや試験はないんですか。もしかしてあのこの受験シーズン的にセンター試験とかの応援してくれたのかな。あるって言ったら試験がないなら猫たちといっぱい遊べるね。もう十分遊んでるけどね。あるにしてみんなのあの受験生の応援 してもらえばよかったかな。はい、ということで今日はねここら辺で終わりたいと思います。なぜかお土産がね苦い美味しくないものでしたけどまあ多分悪意はないんだろうな僕ちょっときつめに当たっちゃいましたけど、タンバリンで遊んでる。また明日もねゆるーくやっていきたいと思います。まだエピソード続くのかな、どうなんでしょう。よかったら次回も見てください。それじゃあ土の子でした。